霊夢、レッグーザの診断は手に入りませんでした。他に触れるべきことがあるよね。苦節約2年、同期の VMAX が実装されるたびにハンカチを噛み続けてきたが、今回、ようやく最高の形で報われたドン。パックの表紙になったのはジュラルドンだけだもんね。素直におめでとう。別に羨ましくなんてないぞ。俺なんてリザードンと対だったし。デッキだけどね。うちのカード強力やし。何もパッケージになってないけどね。さらに、約2年間待ったご褒美として、神のスペシャルアートが実装されたドン。キバナとカレー食ってるジュラルドンのイラスト。やばい、夢女子になっちゃいそう。夢女子になるな。あまりにもこのイラスト、神すぎる。特にキバナが健康のために野菜カレーを作ってるところが最高に尊いポイント。普通はキバナのエプロン姿に尊さを見出すんじゃないの。やっぱり、俺とキバナは切っても切り離せない最高のパートナー。ポケカ公式ありがとう。お兄し愛してる。ということで今回はそんなジュラルドンが主役のボックス、魔天パーフェクトの開封、やってくよ。大変だ大変だ。今度発売されるキバナのカードがあるんだが、さすがキバナ、商品展開が活発。一緒に写ってるのがフライゴンなんだ。元気出せって、パックでスペシャルアートがあるからサインカードはフライゴンに譲っただけだよな。今日は何でもおごるで。始まる前から雰囲気やばいんだけど、それじゃあ一パック目、幕の下。ゾウゾウ。薬局にいるやつね。それサトちゃんな。うるう。一撃の巻物、我流の巻、なんかすげえ名前のカード出てきた。このカードは一撃のポケモンに装備できるんだけど、装備するとゴエネで300ダメージ叩き出す技が使えるようになるよ。はい、エネが重いからゲーム中に1回しか使えなさそうだが、めちゃくちゃおもろそうな性能してるじゃん。ちなみに、このカードの我流という名前はキバナとドラゴンである俺を表してるよ。自分がキバナの相棒だということを必死に証明しようとするず。あれ、そういえば、剣盾で廃止されたはずのドラゴンタイプがまた復活してるな。そう、今回のパックは復活したドラゴンタイプを師団。ドラゴンタイプは特徴として、要求エネルギーがバラバラな代わりに弱点がないよ。弱点がない。なんで？フェアリーが廃止されてるからじゃね？多分これからドラゴンのサポート増えるだろうし、俺の時代はまだまだ始まったばかりどんねー。ギャワン、夢じゃないぜ。カードの性質上ギャワンにはなれない気がするけど。サル、お前ら収録されていたのか？マジかよ、まさか剣盾レグで2回カード化されるとは。なんで俺たちはサルより収録されないんですか？扱いが特殊だから、いつでも UB の誇り捨てる準備、できてるわ。プライドが誇りか、やなプライドはゴミ箱に捨てちゃえってな。思春期のお邪魔女ドレミ。出番が増えるならジグザグマポジションでも全然いいよ。ジグザグマが A181 もあってたまるか。はい、1枚目のレアカードはルガルガン。今回は黄昏の方で収録だね。ちなみに私は夜派です。夜のルガルガンはかつての俺の戦友だからな。今はもう、いなくなっちまったけどな。お前が？俺もだね。両者死亡バッドエンドやめろ。キバナ、参戦。キバナの SR もすごくかっこいいから、そっちが当たっても俺は満足。キバナ、前のターンに自分のポケモンが気絶してたら、トラッシュからエネをつけれて、さらに好きなカードを1枚サーチできるぞ。複数枚よりピン差ししたい1枚だね。いや4積み確定だろ。キバナ4積みはめちゃめちゃ弱いよ。キバナがいるところに、ジュラルドンあり、バックの目玉カード、参上。ジュラルドン V。ジュラルドン V は2種類存在するんだけど、基本的にスターターセットに入ってた鋼の方が強いよ。じゃあスペシャルアート当たってもプレイで使わん可能性があるってことか。じゃあ、大事にコレクションしてくれよな。さてさて、開封を再開再開、まだまだ SR 枠は来なさそうだね。3箱あるから、1箱目ジュラルドン V のスペシャルアート、2箱目ジュラルドン VMAX のスペシャルアート、3箱目キバナの SR って感じのプランでどうかな。それ達成できる人ほぼ仕込みだよね。最低限その中の1枚は当てたいな。お、ゴルーグだ、嬉しいね。ゴルーグ V。技、リワインドビームで相手のポケモンを攻撃後に退化させるぞ。ダメ感をちょっとばらまくか火力をちょっと補強してあげれば、ほとんどのポケモンを一撃で倒せるね。一撃ポケモンにふさわしい技と言えよう。やはりジェームスから生まれしポケモン、パワーが似合うぜ。これはパワーというにはソフトテクニカルな気がするけどね。あれから結構開けたんだけど、レアカードです。残り6パックになってしまった。こんなに下の方に固まってるのも珍しいな。残り枠的に SR 枠1枚、WR 枠1枚、VMAX 枠2枚ってとこか？うおーおー、いいカード出てくれー。なんでポケカってダストダス優遇されてるんだろうね。好きな人が社員にいるからでしょ。ダストダス、オーロット、カラマネロは絶対好きな人が開発にいる。総空の方にオーロットの VMAX あるらしいよ。格式ゼロで草。最強ではないです。でも超強いカードであることは間違いないよ。ジュラルドン VMAX。
特性の摩天楼で特殊エネルギーがついてるポケモンから受けるダメージをゼロにできるよ。おそらく今後一定数存在し続けるうざい枠になりそうだね。特殊エネ、マジで激流行りしてくれ。ジュラルドンが抑止力になってるせいで激流行りはしなさそう。いやこれ自体は当たりカードだけどね。お、本番 V のスペシャルアート。めっちゃかっこいいじゃん。夜の都市が背景なのオシャレでいいよな。まあ、建物って実質ジュラルドンみたいなとこあるし、この箱は当たりってことにしておくか。これがリージョンフォームジュラルドンですか。一箱目はこんな感じでした。続いて二箱目行くよー。今度こそ本物のジュラルドンかキバナが欲しいところだぜ。早速普通のキバナ来たわ。キバナ、ジュラルドンデッキでの採用率はあんま高くないんだってね。は、キバナと俺は食玩とラムネぐらいセットになるべきだろ。ふざけんな。どっちがラムネなの？俺意外とわきまえてた。二パック目でジュラルドン、これは神が引けと言っているのでは？スイクン V。技、ブリザードロンドはお互いのベンチポケモンの数が多いほどダメージが上がるぞ。水デッキやバレット系のデッキで活躍が見込めるカードだから、何枚かは持っておきたいね。へぇ、魔天ってスイクン入ってるんだ。スペシャルアートクソ高そう。ま、残念ながらスペシャルアートないんですけどね。なんでだよ。ゴルーグにスペシャルアートあるってマジ？めちゃめちゃ欲しいんだけど。BW キッズの血、騒いでるねー。ダメダメ。今日は俺とキバナ以外のカードを望むの禁止。ゴルーグは角所で買ってきな。枚数的にどっちみちジュラルドンも角所で買うことになるんだけどね。デッキも作りたいしな。まあ、買う枚数はできるだけ減らしたいから、パックで出てきてくれると嬉しいな。もしかしてなんだけど、これがラストチャンスってマジ？もうこの際、普通の SR の方でも勘弁するからマジで引いてください。お願いします。この SR 自体は結構かっこいいんだけどね。鋼の方がこれだったらよかったのに。ところで、ジュラルドン VMAX がついに出たことだし、対戦動画の方は撮る予定あるのか？あるよ、楽しみにしててね。うちのレギュラーはポケカだと優遇されてて嬉しいんだ。確かに、マッシブーンはかつて環境をボボボボボボボにしてたし、ポリツーはなんやかんや壊れカードが存在するし、マホイップは今の環境デッキだし、ジュラルドン愛も性能もいい感じのものもらえたし、オーロンギは角所で安い。沢はドリブルが上手いみたいなノリで落とさないで。ルガルガン VMAX。技、ハンティングクロは相手の場の HP が60以下のポケモンを問答無用で気絶させることができるぞ。狼らしい効果と言えるね。地味にルガルガン全部の箱で引いてるよねこれ。俺もだぞ。お前は SR 以上で出てきてくれ。ジュラルドンスペシャルアート、来い。まだセーフ、2枚スイクン確保できたのは結構アドなんだぜ。そしてキバナを確保できたのもかなりアドなんだよな。3箱合わせてもう6枚くらいなんだけどね。ラストダス VMAX、ゲット。ラストダス VMAX。特性のガラクタ集めのおかげでこのポケモンは道具を2つ持てるぞ。僕も進化の奇跡と食べ残し同時に持てたらなぁ。その未来が来た瞬間ポケモン対戦は終焉を迎えるんだよね。終焉を呼ぶものか。かっこいいから呼んでもいいですか？タクシー感覚で呼ぶな。ラストダス、ジュラルドンが実装されたことで、残り巨大マックスで実装されてないのは怪力、キングラー、グリムオン、メルメタルだけになったぞ。そん中だったらキングラーが欲しいな。お蔵入りしないでね。メガ進化があった時も何体かカード化されなかったし、巨大マックスもワンチャン。ダイパリメイクまでに間に合ってくれー。てか、気づいたらもうあと2パックだな。ほんとだ、最後のうちで SR 枠が出せる優秀なボックスくんじゃないか。動画投稿者のことわかってる。あれ？なんで VMAX3 枚出てるんだ？レイムさぁ、どうせ出すなら俺の VMAX 出してよ。まあいいや。それじゃあラストパック、この SR 枠に全てをかけるぜ。くすね。幕の下。うん？え？マリサ、私ちょっと夢見てるかもしれないから、ほっぺたつねってくれない？バカなの？なんで箱開けたのに SR 枠が存在しないんだ？パック1個机の下に落としてるに違いないドン、探すドン。落としてなんかないよ。今調べてみたんだけど、今回の診断、SR なし箱が低確率で存在するらしいよ。じゃあ、今回俺のスペシャルアートや、キバナの SR は？残念ながら、引けなかったね。SR 枠すらないオチは悲しい。悲しいドン、キバナもフライオンに取られたし、心折れちゃった。考え方を変えてみよう。サインはお前の顔じゃねえか。こっちの方が絶対相棒だぜ。もっと誇ってええんやで。明日角所行こうな。ああ。どういう終わり方だよこれ。